らしい名前ではない。お待たせいたしました。小松商業対小松高校の試合、まもなく開始でございます。まず守ります小松商業のピッチャーは杉永君、キャッチャー大崎君、ファースト小坂君、セカンド永田君、サード岸井君、ショート田島君、レフト津田君、センター赤座君、ライト宇田に淳君、審判は球審中野、塁審一塁北川、二塁岩田、三塁川田、以上4種でございます。1回の表、小松高校の攻撃は1番ショート石浦君、ショート石浦君、2番セカンド新明君、セカンド新明君、3番ピッチャー西本くん、ピッチャー西本くん、4番キャッチャー高橋くん、キャッチャー高橋くん、thank you.
5番レフト辻くん、レフト辻くん。野手くん、ショート石浦くん、レフト辻くん、センター西川くん、ライト西くん。1回の裏、小松商業の攻撃は1番ライト宇田に厚志くん、ライト宇田にくん。
大崎くん。5番ピッチャー杉永くん。ピッチャー杉永くん。の攻撃は6番サード野手くん。サード野手くん。7番ファースト増田くん。ファースト増田くん。西川くん。
9番ライト西くん、ライト西くん。バッターは西くん。1番ショート石浦君。2回の表得点2。2回の裏、小松商業の攻撃は6番ファースト小坂くん。ファースト小坂くん。8番サード岸井くん。サード岸井くん。2回の裏、得点なし。3回の表、小松高校の攻撃は2番、セカンド、新明君。セカンド、新明君。
3番ピッチャー西本くん。4番キャッチャー高橋くん。3回の表、得点なし。3回の裏、小松商業の攻撃は9番、セカンド、永田くん。セカンド、永田くん。1番ライト宇田美くん。2番レフト津田くん。3回の裏、得点なしします。なお、タオルを振り回す行為や声を張り上げてと応援、ハイタッチなどは禁止させていただきますので、あらかじめご了承くださいませ。4回の表、小松高校の攻撃は5番レフト
6番サード野手くん。7番ファースト増田君。4回の表、得点なし。4回の裏、小松商業の攻撃は3番ショート田島くん。4番キャッチャー大崎くん。
杉永くん。6番ファースト小坂くん。4回の裏、得点なし。5回の表、小松高校の攻撃は8番センター西川くん。9番ライト西くん。
1番ショート石浦くん。2番セカンド新明くん。ピッチャー西本くん。小松商業選手の交代をお知らせいたします。ファースト小坂くんに代わりまして元林くんが入り、ピッチャーの杉永くんがファースト、5番ファースト杉永くん、6番ピッチャー元林くん以上に代わります。切るぞ、これは。
バッターは4番キャッチャー高橋くん。5番レフト辻くん。6番サード野手くん。8番センター西川くん。5回の表、得点5。5回の裏、小松商業の攻撃は7番
センター赤座くん。8番サード C 君。1番ライト宇田に君。5回の裏、得点1、5番ピッチャー杉永君、6番セカンド本林君、9番ファースト楠野君、以上に変わります。6回の表、小松高校の攻撃は9番ライト西君に代わりまして松原君、バッターは松原君。ファーストランナー
松原くんに代わりまして南くん、ファーストランナーは南くん。2番セカンド新明くん、西本くん。4番キャッチャー高橋くん。6回の表、得点なし。お知らせいたします。代走いたしました南くんに代わりまして村上くんが入り、セカンドの新明くんがショートの石浦くんがピッチャー。1番ピッチャー石浦くん、2番ショート新明くん、3番ライト西本くん、9番セカンド村上くん。以上に変わります。6回の裏、小松商業の攻撃は2番レフト津田くん。
4番キャッチャー大崎くん。6回の裏、得点なし。7回の表、小松高校の攻撃は5番、レフト、辻井くん。6番サード野手くん。
7番ファースト増田くん。7回の表、得点なし。赤座くん。8番サード岸井くん。9番楠野くんに代わりまして鍵澤くん。バッターは鍵澤くん。1番ライト宇田に君。7回の裏、得点なし。選手の交代をお知らせいたします。代打いたしました平賀くんに代わりまして前田くんが入り、ライト
ライトの宇谷くんがファースト。1番にファースト宇谷くん、9番にライト前田くん、以上に変わります。9番にセカンド村上くん、1番ピッチャー石浦くん、2番にショート新明くん、ライト西本くん、8回の表、得点なし。8回の裏、小松商業の攻撃は2番レフト津田くん、3番ショート田島くん、
4番キャッチャー大崎くん。5番ピッチャー杉永くん。6番セカンド元林くん。8回の裏、得点2、ライト、西本くん。高橋くん。
5番レフト辻くん。9回の表、得点なし。1番宇谷くんに代わりまして丸谷くん、バッターは丸谷くん。2番レフト津田くん。9回の裏、得点なし。ご覧のように8対4で小松高校が勝ちました。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いいたします。パソコンの方は右下に、スマホの方は下側にチャンネル登録ボタンがあります。また評価をしていただけると大